だん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 頭が熱くなってきましたよ。部屋も熱くなるし。さあ、おう、はい、ドスエ、ドスエ、ドスエ、いや、すごい、でかっ、この格好でドスエは言わんねん。アマテラス、アマテラスみたいな。京都がバカにされた感がある。はい、はい、あれエレキの7番で死んでますけど、うわー、めちゃくちゃあってそうです。エレキの7番、一番最後、コックピットで俺とすれ違ったの誰？多分ゲンです。ガミさんがリングフィットの位置にいるのを置いて、私武器庫に入ってで、展望まで行けてます。あ、じゃあガミも7個。あ、ごめん、うん、そうだね、ゲンガミじゃない、ゲンガミじゃないから多分中野くん。あ、でもアルマさんも行ってます、そっち。うん、ラスト中野くんがコックピット飛び込んできてる。チャンさん見ますね、工藤。ゲンさんって展望のどこにいるんですか？配線まで行ってます。停電中ですか？展望の配線、はい、まあいいや、僕配電盤です。うん、あー、そっち詰めます。立ち合ってます。真ん中、ちなみにバイタル、あ、ど、まあ、どっち詰めんの？そっち詰めんの？あ、どっちも行っても、どっちも、アルマの方行きますか。はい、中野くんはもうコックピットで死んでそうって感じで、左側に結構人が集まってる。うん、剣士の情報はバイタルの。いや、だから、エレキの7番でオタクが死んでて、はい、貨物、バイタル、エレキの順番で行って死体発見です。貨物、バイタル、エレキで死体発見。うん、あり得ると思います。多分、竹尾さんが死んでるのは5秒以内のキルで、僕が、ぐるぐるタスク、目押しタスクをやっているときに、隙間から竹尾さんが、勝ちのところから、右から左に抜けていく竹尾さんを5秒ぐらい前に見て、で、今死んでるんで、高田さんが石油化メイン側から発見してるんだったら、犯人とすれ違いそうだなと思ったんだけど、バイタル側からだったら分かりません。ハイブリも近くにいて、藤宮君をシャワーの配線タスクに置いて、メイン、エレキ入って、今、アスタリスクです。めちゃ怪しい。めちゃ近い。789って繋がってんの？これ繋がってる、繋がってる。シャワーでハイブリさんと会った後は藤宮昇降機右で、真ん中と一番左と一番右が下がってんのを確認してます。藤宮くんの城はハイブリから出せます。そっちがごちゃるんだったらね、な、多分コックピットの方がいいんじゃない、話せると思っていて、ね、またそこは宿舎前扉開けてるところ、左と下開いてて右開けてるところです、うん、今。あ、でもなんか結構その辺人いるんだったら、自分してはハイブリ高田かな。あ、ていうか多分、うん、多分3択じゃない、うん、だと思うよ。ハイブリ高の、まあまあまあ、そうだね。自分のセルフかプテ君か分かんない。藤宮君だけ白だと思います。一応ハイブリがマットだった場合、一応藤宮もある。藤宮まであるね。まあラインで追うとねっていうぐらいまでかな、多分。あと残り左、はいはい、左側のキルを詰めたくて、七子さんまずシェリフです。で、多分ガミゲンが先にコックピットから出てってるよね。で、その後俺が出てってるはずなんだけど、その時にコックピットに飛び込んでくる中野くんを見て、キッチンまで来ている状態で、ガミゲンはどっちに行ったの？
ガミはエンジン配線です。エンジン出るときに、右から左に来るアルマさんとすれ違ってます。詳細を話すと、私はガミさんをリングフィットの位置に置いて、米前通路、武器庫、キッチン、展望の配線っていう順番です。うん、で私が出ていくとほぼ同時に奈々子さんが入ってきたと記憶してます。うんうん、じゃあガミさんが一番後ろってことですか？あ、ガミさんの後ろに奈々子さんか。奈々子さん。はいはい。現ガミ奈々子さん。はい、であと気になってるのは工藤さんで、工藤さんが、展望の配電盤前にいるっておっしゃったんですけど、それが事実やったとしてもコックピットのキルは可能位置かなって思います。配電盤で右と真ん中と左が下がっていたので、右真ん中左の順で上げるときに真ん中が勝ち合って誰かが下げちゃったっていう構図、うん、それが僕ですが言えます。僕はだからまあ、あ、なるほど、厳しそうかなと思いますけど、左の中でも厳しそう、はい、ちなみに今このターン直したのは私で、真ん中だけ確かに下がってました。おお、いやでもどうだ、このターン宿舎前の扉見てくれた人います？いやでもね、あの下左が空いてるっていうのはそうだと思うのよ、宿舎前から俺やってきてるから。それはね、もともとそうだったからそうなんだけど、はいはい、畑作を関われる位置だなと思ってたんだが、まあ停電中じゃあれか、ガミさんもすれ畑作はそっち向かったかどうかわかんないよね多分ね、うん、まあ左が空いてるのは普通に金庫弁当を使ってる可能性も、うん、あれからも畑源神工藤丸さん、まあ、ワンちゃん左側で白そうなのって工藤君だけかな。じゃあ、あ、源さんも、うん、ただ私は結局停電中の死人がないんですよね、コックピット出て以降の死人はありません。なんで U ターンして殺したんじゃねとか言われると否定はできないですね、うん、どっちも3すくみ、エレキの方がいいのかね、どっちも3すくみじゃない、 3まあ3ターン、うん、3対3畑神だと思うけどね、コックピットキルはさすが、まあ、工藤さん、うん、でもガミが出てって弁当で帰ってくるってことですか、あのタイミングで。あ、単純にガミが出てって、戻ってって切る、うん、ああ、うんうんうん、コックピットまで戻って切るは全然できちゃう位置、畑さこの金庫も全然できちゃう位置だと思う、うんうんうん、畑ガミね、いやー、うまく立ち回り、容疑者位置には入ってるんだけど、藤宮くんまで伸ばせたしな、とりあえずは。けど、ちょっと辛いな。今一瞬ピング跳ね上がったな、怖いな。え、ちょっともう旗紙ローラーでいいんじゃないですか。あれ、工藤さんは今いたよ、宿舎にいた、宿舎に。ボタン押したの弦なんですけど、押し始める段階で藤宮さんと二谷さんもミーティングにおられました、うん、で橋弦をミーティングに置いて、僕が昇降機左に降りたら高田さんとすれ違って高田さんが上がっていきました、はい、で僕はエンジンに立って終わり、ん、高田さんが上がっていった、うん、藤宮とこう交差してるよ俺は、うん、そうそうそう、高田さんが上がっていって、でその後に工藤さんが宿舎前にいたのね。で僕は下がって藤宮が、エンジン真ん中ぐらいにいたから、藤宮に白が出せる、うん、高田さんはできる位置、結局高田さんはまあごめんさも、金庫室ぐらいしかできない。いや、俺ができるとしたらむしろ、ミーティングはしご上とかじゃ、ミーティングのはしご上に工藤が上がってきたって形です、うん、俺が降りてだと多分間に合わないと思う。俺だってもう上上がってちょっとしてボタンだから、いや、ありえると思う。金庫室から宿舎右の方に走っていく工藤さんがいたから、そうそう、結構高田さんかな自分。藤宮は工藤を見たの？見てないです。見てないの自然だと思う、金庫側から入ってきてたから。さっきガミさんも言ってたんですけど、初手キルの左の容疑者で詰める方が簡単かなと思ってて、もうガミ源、あ、ガ、旗ガミじゃないですか、うん、で、うん、ガミさんって今回どんな感じですか？メイン脇エレキでずっとガチャガチャなんでウキウキです。僕はアーカイブでプテさんと湧いて本入れタスクを完了させて
ダウンロードやり、シャワーメインの、エンジン入りそうなところぐらいです。ミーティングの上か下かってことでいいの？いや、まあ、そうだね。の方がこれで有利全かなと思って。どっちがいい？ナナコさんどっち？ガミハタで決めますか？もうボタン釣りで。ボタン消費してますね。あ、タサコ釣りで。はい。タ釣りで。じゃあ、ガミさんまでお願いします。はい。ガミ次ボタン行きます。コミュ行きます。ボタン消費してるんで、もう。右行きます。左行きます。左行きます。あ、そう。コミュ俺行くわ。プテさん、コミュ行くので。じゃあ、僕ボタン行きます。はい。誰もコミュ来ないでください。はい。はい。嫌です。なんでよ。ガミさんまでお願いします。はい。すいません、間に合いませんでした。うん、はい。ポスターねー。まあ、ちなみに自分の視点は左が解決するとして、プテハシはどのタイミングで工藤丸さんを見たの？ミーティング上がる前、まずミーティングに上がる前は僕が降りたのね。降りた時に先に藤目が降りたじゃん。うんうん。で降りて、その後に僕が後で追いかけるように降りたのよ。はいはい。で、降りた時に高田さんが、はしごしたぐらいにいて、で金庫から来る工藤さんが僕とすれ違った宿舎だね。ふんふん。で藤宮がなんかメインじゃなくてエンジンの真ん中ぐらいでうろちょろしてた、うん、うん、っていう感じだから、めっちゃ高田さんに見えます。ふんふん。で米沢直したのが誰だっけ？あ、奈々子さんです。奈々子さん。ハイブリさんはどこにいました？奈々子の後ろ。おお、さっき本プテタコなのか。うん。もう。工藤さんキル、私ボタンです。うん、で、工藤さんキルに限ったら、まあ、高田さん、プテヤさんの最後やね。初日と同じって感じやね。一応、畑迫 さんもメイン弁当がありませんか？もう釣っちゃいましたけど。メイン弁当だった場合は。とは、まあ、宿舎。初期左切るってことですね。メイン弁当ないね。はい、メイン俺が通ってってるし。ああ。なんか原始点の情報だけ出すと、私ミーティングで藤宮さん、プテハシさん、私でセットになったタイミングがあったんですね。うんうん、で、コミサボ鳴り始めぐらいまで多分3人固まってたんですよ、あの机の周りに。うんうん、で、私はボタンずっと連打しながら、まあ、たまに誰かいるか見たかったんで開いたり閉じたりしてて、そしたら藤宮さん、プテハシさんが去っていなくなられたんで、で、その後この状態が起きてるんですね。なので、高田さんが殺してた場合、藤宮さん、プテハシさんとすれ違った後に工藤さんを切るみたいなルートになるんで。あ、絶対そうじゃないと成立します。うん、なんか高田さんが狼だった場合はちょっとコスパが悪いなっていうぐらいです、うんうん、気持ちプテさんの方が黒っぽいが確証がないっていうぐらい。まあ高田さんは工藤丸さんを見てないですか？僕は3択から2択に絞ってると思ってほしいけどな、うんうん、まあでもそっか、結局高プテの択変わらんから、まあまあ、高田さんでも切るか、うん、うん、分かんないや。多分まあ10着あたさこで落ちてるとは思うが、念のためガミさんローラーまでして、はいはい、これ僕タスク無理なんで釣り進行を取りたいっす。はい、セリフもいるし、まあ切るでもまあいいと思うけど、うん、うん、OK です。エンジン行くか。じゃあ、じゃあプテエンジン来るか。 OK、 いいよ。うわ、これどうしよう。うわー、マジかよ、2キル取られてんのか。いやー、ダメだ。終わった。おはようございます。マットはハイブリさん、スキップ入れます。あ、もうクルーに投票してもらった方が早いかな。あ、ね、スキップ入れちゃった。あ、じゃあプテハシに投票でいいです。じゃあプテ君に投票します。いや、見事よかった。いやー、キルはね、多分6人番目きつい。あのクールが上がっちゃうから、インポスター側。そうだね。そうそうそう。あちゃあら、あらららららら、あ、そっか、終わんないのか。
どちらにしようかなされてる。俺かい俺かい、アブリさんの方になっちゃった俺かいなんでや。いや僕は完全に迷っちゃったのか。俺プリ切らなくてよくねえか。こんな音らしいならローラーでいいじゃねえかよって思っちまったんだよな。クソ、まあまあ阻止を貫徹しなきゃってのでミスターをごめん、本当に申し訳ねえな。高田さんありがとうございます。高田さんとエアシップで初めて勝ちました多分。あ、そうだっけ。あ、そうなん。インポスターインポスターでの勝ちは初めてです。あ、マジか。あら、ダサこと勝った。あ、ごめんごめんさ、もう本当結果論なんて思わせてもしょうがないんだけどさ、いい試合でした。あのターンで俺がさ、やっぱプテ切れねえよって言ってボタンを押したらクソシンプルだ。すごい悩んだ。ボタン押しに行こうかなって一瞬すごい悩んだんだけど。まあでもそれ決め打ちで高田さん釣りで慣れたと思います。その場合は高田さん釣りの場合は私のお肉だけ見つかって終わりです。そしたら。なるほどな。あとそのそうそう、仕様がねいつもと違うから、その扉だろうが階段だろうがクールが上がっちゃうから、もう連打で分けば陣外側は、あの最速湧きさえしちゃえば、もう3択どこで湧いても関係ないから、プールが溜まるから、弁当使わなければ溜まります、ね、そう、弁当使わなければ溜まっちゃうっていう。シェリフより1秒でも早く湧けばいいだけだから。ちなみにみんなはどっちが好き？進行をずらしてでも俺はこいつを信じるっていうか、進行は進行だろうはかどっちでしょうかね、これはね。皆さん結果次第で、結果次第結果だよ。確かに勝てればどっちでもいいです。自分もね、あ、勝てればどっちでもいいです。いや、そうだよ。負けたからダメなんですね。負けたからな、ダメなんだよな。じゃあいきますかね。はい、お願いします。